こんにちは。美容室リンク吉祥寺ネクステンの、川島です、よろしくお願いします。今日は、モデルアメル君、で、前回のハイスパイラルパーマ、第2弾ということで、アメル君とやっていきたいと思います。ハイスパイラルパーマっていうのは以前も説明したようにこういうちょっと強めな細かいランダムなスパイラルパーマ、前回のは、こちらです。でこれを今日はアメル君に合わせて、かけていきたいと思います。はい、じゃあパーマをかけていきます。まあ、以前のようにオージャ、イミライズトリートメントを使用してダメージが出ないようにしながら、巻いていきます。巻く工程は前回もお見せしたので、ちょっと省きます。では、はい、巻き上がりはこんな感じです。ちょっとスパイラル調な感じで全部巻いてます。次に仕上がりに行きます。はい、流し方はこんな感じです。ちょっとウェイビーな立体感が出るようなスパイラルパーマかけました。これからパーマして仕上げに入ります。乾かすときはこの王者のホームケア、こちらをつけて乾かします。ではやります。ドライ後は、これぐらいな感じになってます。で、次にワックス、ウェットブラストワックスをまた使用していきます。量はこれぐらいになってます。後ろからまずシャッと出します。で、足りないぐらいから取り付けてあります。さっきよりは少ない量でいきましょう。前もシャッと鼻を揉み込んで出すようなイメージです。前髪がつけすぎないように気をつけながら揉み込んでいきます登録お待ちしてます。ありがとうございました。